でも四川省の生徒には現在では金港と呼ばれている有名な墓があり昔は非常に大きな船が通っていた徒歩の詩に窓に含む精霊千秋の雪門に博す東郷万里の船というのがある昔は晴れた日には百数十キロ先の精霊の雪山に千年の雪を見ることができ門には長江の中下流域に直接行くことができる大きな船が停泊していた 富がは南から城を出て西南へ流れ、宝山と貧乏の河口で交流する。この河口はとても有名な場所である。民末、超建中は四川省に大帝国を成立させ、自ら皇帝になった。兵が敗北した後、無数の金と銀の宝物を船で運び去ったが、貧乏の河口で襲撃され、宝船は貧乏にすべて沈んでしまった。 この財宝は国連の埋蔵金ランキングでは第3位でアジアでは第1位日本の第二次世界大戦の埋蔵金よりも多いというソトーバの故郷である敏公上流のビザンケから下流の重慶にかけて長年にわたり主に銀元や金銀の宝飾品を中心とした宝物が発見されている数世代にわたって政府は発掘や引き上げに人を派遣してきたがほとんど成果はなかった 2016年になって四川省文物部門が敏光堤防の川底を掘ったところ2 3メートルの玉砂利の下で数千点の宝物を発掘した流れが速い敏光は洪水の時期には掘ることができない長年にわたってどれだけの宝物が金砂港や楊子港に流されたのか誰にもわからない今回は長江流域の干ばつと高温について話をする 中京は近年南部の水を北部に送り水不足を解消する南水北朝プロジェクトと西部の電気を東部に送り電力不足を解消する静電闘争プロジェクトの2つの超大型インフラプロジェクトに取り組んでいるいずれも四川省と密接な関係がある南水北朝の話は何度もしているので今日は静電闘争について触れてみよう 四川省と雲南省は中国最大の水資源を有する省で第12次5カ年計画終了時点で水力発電の設備容量はそれぞれ6939万キロワット5774万キロワットに達し2850万キロワット1850万キロワットの対外送電能力を有する静電・闘争は主にこの2つの省が東部の省に電力を供給している 四川省西部と北部の山岳地帯西海チベット高原は水勾配が大きく当然ながら強制な水力をもたらし主要な水利エネルギー資源となる省内には大小合わせて1300以上の河川がありそのうち流域面積500平方キロメートル以上ある267の河川は約1億2000万キロワットの技術開発が可能である 四川省には4000基以上のダムがありかつて四川省に属していた重慶を加えるとおそらく5000基以上あると思われる最も有名なのはもちろん現在は重慶に属する三峡であるが私は習慣的に四川の一部と考えてしまうまた四川省来波県と雲南省永善県境に位置する有名な経落とダムは金佐港下流域にある4つの巨大水力発電所のうち最大のもので 1386万キロワットの総設備容量を有する年間発電量は世界第3位571億2000万キロワット時でガージョーダム3.5基分に相当する中国第2位の水力発電所であるまた金砂港に建設された高架ダムはケラクトダムから 150km 以上離れた場所にあり三イラクトダムに次ぐ大きな水力発電所であるそしてさらに二淡水電湖がある このダムはガロー港と金砂港の合流地点からほど近いガロー港の下流に位置している。ダムの最大の高さは240メートル。通常の貯水水位は海抜1200メートルで、総貯水容量は58億立方メートル。総負荷量は980万トン。設計排水能力は22,480立方メートル秒で、いずれも世界のトップレベルであると言われている。とんでもないのは紙幣保ダム発電所だと思う。 この発電所は世界遺産である都航園からわずか 9km に位置している都航園は戦国時代の神によって建設され2000年以上にわたって稼働し四川省西部の平原が天府の国となる上で大きな役割を果たした 渡公園はダムがなく設計者の李恵は同科学者で帰国子と親交があったと言われており彼は地勢を利用して貧港を内港と外港に分け成徒平原の灌溉と治水の両方に対応できるよう設計した重要なのはこの古代の水利事業が現在も順調に稼働しており古代の主要な水事業で唯一機能していることだ紙幣補水力発電所は渡公園の上流からわずか 9km しか離れていない 紙幣法の実行可能な報告によると、1200万ムーの土地を考えすることができ、実際には1100万ムー以上は2000年以上前から都公園に覆われている工作地である。もちろん紙幣法水力発電所は主に発電のための大規模な西部開発プロジェクトであり、民族文化などは重要ではない。最も非道なのは大都下の上流にある赤面圏の小さな水河である。 小水河は勾配が非常に急だが、全長は 34km と決して長くはない。この 34km の間に17基の水力発電所が次々と設置されており、平均して 2km ごとに1つの割合である。この小水河のそばに立つと3つ4つのダムを同時に見ることができる。こうしたダムの密集の結果、季節河川となった小水河には、寒気には川床に全く水が残らなくなった。 もちろん川の中のさまざまな関連水生動植物は消滅し両岸の住民にも大きな影響を与えた大学時代教授の言った冗談を思い出した恋する若い男女が愛の健顧さを表現するとき海枯れ意志ただる」という上等句を使うことがあるというしかしこれは地質学的な概念でもあり海が干上がると同時に岩石が崩れる可能性が高いということだ つまりわざわざ海を枯れさせたり石を崩すことをしなくても一方が起これば他方も起こる教授は水と土石の密接な関係という抽象的な科学的概念の例えを用いて説明した中国の山間部の降雨は確かに東南モンスーンによる海洋性温暖気流が関係しているが同時に地域ごとの水の蒸発量も関係している川や湖海と同様に地表からの水蒸気も重要なのだ 特に鉱山地帯では水蒸気のほとんどが地表から作られるこの30年間中国は西部の山岳地帯に大量のダムを建設し川をせき止めて水をためてきたがその結果川の水位が全体的に低下している地理学では河川が地域の浸食基準として認識されているつまり河川の水位は地域の地下の耐水槽の最低水位であるということだ言い換えれば地下水位は全ての地域で地元の河川の水位を下回ることはない 逆に川の水位が下がればそれに応じて地域の自由地下耐水槽の水位も徐々に下がっていくことになるもちろん岩石の硬さには岩水率が大きく関わってくるのでここに効果的な問題がある例えば映画の中で投獄された男がスカーフに尿をかけそのスカーフを鉄格子に結びつけ木の棒でスカーフを締めつけると最終的に鉄格子が曲がり脱出することができる繊維は水で濡らすと大幅に強度が増す 土や石も同じであるしたがって水位が著しく低下すると地滑りや土砂崩れ建物の倒壊などが起こりさらには地震が発生することさえある一方広い範囲で水位が下がると多くの地域で水の蒸発が不十分になり地域の降水量の減少にもつながるもちろん四川省の降水量の減少と今年の干ばつとの関係について詳しいデータがあるわけではないのでこの発言は実は常識的な推論にすぎない ししかしここ10年ほど中国で最も水資源が豊富な四川省と雲南省ではしばしば大きな干ばつに見舞われておりこれは地球規模の異常気象に加えて両省の大河にダムや水力発電所を大量に建設したことも関係しているという中国の西海チベット高原は天然貯水地であり四川省や雲南省は下流の長江や主高流域と密接な関係を持つ導水路になっているからだ 中国の中原文明は黄河と長江に端を発しているかつて中原政権の主な脅威は北と西北にあり初期の強土中国に侵入した五戸宋代以降の外観のほとんどが北方から来た四川省は中央政府にとって最後の避難場所となることが多かったその後中国の経済の中心が南に移り長江の中華流域さらには首高流域の重要性が高まってくると 四川や雲南の道水路の位置づけもますます重要なものとなっていった明朝末期の北方の干ばつは内乱を引き起こしたが本当の被害は戦北出身の李事生と長賢中が反乱軍を率いて長江流域に入った時であった特に長賢中は長年四川で大殺戮を行い天賦の国を地獄に変えてしまったその後清朝が四川を平定したが成都府には20世帯ほどしか残っておらず四川省全体 つまり現在の四川省に重慶を加えた四川全体の人口は約20万人で明の時代の15分の1近くになったというそのためその後の四川の住民の大半は四川を埋めるための湖南や湖北からの移民だつまり湖を天四川である実は侵害革命の最初の放棄も四川で起こった 新政府は四川省への鉄道を国有化すると発表したがこれは国有経済の増強と民有経済の縮小をつまり今でいう国信民体であり四川の地元資本家は反発しいわゆる道路保護運動が勃発した地元政府にはこれを鎮圧する手段がなく新政府は四川省に武将の進軍を派遣しようとしたしかし武将進軍のある小隊長が反乱を起こし指揮官の霊元寇が強要されて司令官となった 結果的に国を挙げて満身を倒しアジアで最初の共和国を樹立し霊元寇は訳が分からないまま中華民国初代臨時大統領に任命されたつまり天下に混乱はないのだろう今年の四川省は6月中旬から高温になり現在まで雨が降っていない40度以上で川に水がなくて発電ができない高温停電干ばつに疫病まで加わり2ヶ月近く続いているがこれは混乱と思われても仕方ないのだろうか さらにもう一つ貧乏をはじめとする四川の主要河川の水位が著しく低下し一部は干上がって川床が露出している今後2ヶ月間で誰かが川を掘り起こすというニュースを聞くかもしれない四川の同様に石の太鼓と石の虎は金銀で万以上の価値があるこれを明かすと生徒府のものを全部買えるとある明朝末期の宝物は今の中京にとって同じような魅力があるだろう 生徒には諸葛孔明を祀っている指導、武功師がある。武功師には昔から行進連という有名な追連がある。人心を責めることができれば反乱はおのずと消える。昔から傭兵の道をよく知っている人は戦争で問題を解決することを好まない。寛容でも幻覚でもダメで自制判断が大切である。広大に職を収める者は深く考えよう。 孔明が残したこのような部別的な言葉に北京当局にはいささかの警戒もないのだろうか。好今